はい、おはようございます。プリティ吉田です。はい、いつもありがとうございます。現在ただいま、8時16分、今日4月1日ですね。エプリルフールということで、いろいろ企んでおります。はい、では、プリティ吉田行ってまいります。バイバイ。ではまた。はい、こんにちは、プリティ吉田です。はい、ただいま帰ってまいりましたというか、別のちょっと新たな新居となる場所に、帰ってまいりました。ここは愛知県は名古屋市、以前は中川区だったんですが、ここは、千種区、ですね、今池になります。まあ、前回中川区はちょっとあまりにも広すぎたんで、まあ一人暮らしで、まあ 3LDK はいらないだろうということでですね。はい、まあいろんな人との協力があって、ちょっとまだ荷物が届いてない状態ですが、はい、一応こんな感じで、まあ一人暮らしにはちょうどいい感じですかね。ということです。ちょっとまたこれから出かけたいと思います。ではバイバイ、ありがとう。はい、新入生、新学生、また、新社会人の皆様、おめでとうございます。改めまして、4月1日、ですね、新たな節目となる、日となります。まあそれは、まあ、自分にとっても、そうだと思うんで、また、一緒になって楽しんで、ワクワクしながら、まあ辛い時も、それは、ね、あんまり辛いなっていうふうに思わずに、楽しい時は思いっきり楽しんで、まあね、ワクワクしながら楽しく、生きていきましょう。おめでとうございます。改めて、お祝いの言葉を、申し上げたいと思います。いいね。はい、ではまた明日も、続きます。そうですね、まあ1ヶ月経って5月病とかそういうのはよく言われることなんですが、そういうのは単なる、勘違いなんで、皆様毎日楽しんで、ね、辛いことがあったらそれはいわゆる自分に対しての今勉強の期間だというふうに、まあ言い聞かせてですね、毎日、ワクワクしながら、頑張っていきましょう。ではということで、またありがとうございます。ご視聴ありがとうございました。